次左ミドル、左ミドルはスイッチが大事です。構えた状態からスイッチ、この時にお腹が下に下がります。そこから上に向けて蹴る、これが力の出し方ですね。この状態でスイッチ、そこからでね、左ミドルっていうのは攻撃の中で一番速い攻撃なので、左ミドルのこのスイッチが速ければ速いほど相手に当たります。せーの、これです、このスイッチ。イラストをパッと、こうするとミドルは入りやすいです。ちなみにミドルキックは倒せるっていう攻撃よりもポイントを取ったりペースをつかむ、そういう形でミドルキック使ってみてください。頑張ってください。